今日はね、どうしようかなと思ったんだけど、こうマリツクっていうのをやろうと思ったんですよね。マリツクとこう反射がこういうふうに反射を捉えるっていう、そういう練習だから、あのバスケットボールでも何でもそうだけど、こうあのカチンカチンだと反射取れないんですよね。だから抜いてて反射、そういうことをやろうかなと思ってるんだよね。まあじゃあやりましょう。で、例えば転換だと僕はあっちでこういうふうにやってるんだけど、こう最初に回りつくの、こうに回りつくと崩れるよね、彼女ね。回りつくとこう回りつくと、回りつくの、こう来た時に回りつくの、こういうのもらってるって感じ、こういうのこう自分でもらってるって、こう来て、まこう回りつくで、そういう練習をやろうかなと思って、まあそれでやってみましょうか。ちょっとこういいよ、普通にしてね、こう向こうでもいいんだけど、向こうでもポンって刺した、向こう刺したその瞬間にこうに返ってくるって、で下だったらこう反射がこういうふうにもらってんだよね、自分に。そういう練習ね、ちょっとやってみましょう。こう例えばさ、相手を見てると反射もらえないのね。だからこう離れてて相手が決断してくる、来た、その時にこういうふうにもらってんので、こうもらってる時に相手を見てると来れないんだよね。だからこう来た時にこうに来てると、なんていうのかな、その瞬間、このマリをもらう瞬間は相手の方を見てないってこと。そういうことだね。それこう来て、この手が来てこういうふうに持ってくるんだけど、相手見てたらもらえないの。だからこっちを見てて、こっちを見ててこういうふうに来てる、そういうふうにやった方がいいんじゃないかなと。で、いろんな傾向方法があって、こういうふうに来てね、こういうのとか、こう来て、こういうふうに入ってきて、で、もう一回。